い、こんにちは。RWS のカメラです。今回皆さん、なんとこの動画を見て、毎日練習すればあなたの人生が変わるかもしれません。今回動画やっていきたいと思うんですけど、ハルコチ、ちょっと質問があるんですけど、はい。今現在、日本に、フランスのとあるチーム、来てると思うんですけど、どこかわかりますか、ちなみに。パリ・サンジェルマンです。パリ・サンジェルマンです。はい、パリ・サンジェルマン。今これ撮影してるのがね、7月の20日の水曜日で、今日は川崎フロンターレと、試合の、日なんですけど、まあ、僕も今来てるこのパリ・サンジェルマン、ちなみにハルコチ、もう一つ質問があって、パリ・サンジェルマンといえば、誰ですか、選手。メッシ、ネイマール、ムバペ。メッシ、ネイマール、エムバペ。すごいね、すごいね、選手が今たくさんね、パリに、集まってると。もう日本では今すごいメディアが取り上げて、本当にね、もう本当にもう二度と揃わないようなメンバー揃ってると思うんですけど、僕がね、今回ね、すごい好きな選手紹介したいんですけど、ユリアン・ドラクスラーっていう選手ですね。ユリアン・ドラクスラーこのドラクスラーって選手は、今日やる足技の紹介じゃないんですけど、ただ僕が好きっていうのは、ただ一つだけね、伝えたくて。ただ今回やるのが、今ハルコーチが言ってくれた、メッシ選手のダブルタッチを、紹介していきたいと思います。このメッシ選手のダブルタッチ、これをやっていきたいと思うんですけど、これ僕がさっき名前つけて先出しダブルタッチというものを、紹介していきたいと思うんで、これちょっと普通のダブルタッチとね、かなり違うんで、ぜひね、練習してみてください。それでは練習の動画、ご覧ください。どうぞ。はい、今見てもらったのがね、先出しダブルダッチの、自主練習方法なんですけど、まあ、こういった感じでね、マーカー斜めに、置いてもらうような形になります。このマーカーの数は何個でもいいと思うんですけど、まあ、6個から10個ぐらい、並べていくような、形になります。で、マーカーの幅なんですけど、斜めに自分の足の幅が2歩ぐらいいくような感じですね。斜めにこれぐらいの幅でずっと使ってもらって、で、普通のダブルダッチ何が違うかというと、ダブルタッチした時のこの足がですね、右足と左足が通常のダブルタッチだと横並びになって、このように横に移動すると思うんですけど、この先出しダブルタッチのこの先出しっていうのがキーワードになりますね。自分の右足から左足にめがけてダブルタッチするときに、右の足と左足が横並びの状態ではなくて、自分の苦手な方の足ですね、止める足が斜めに出るような形になります。で、こうすることによって、ここに壁ができるような感じです。右か左に自分の足、得意な方の足から苦手な方の足にめがけて、この左足の壁にめがけてぶつけるような形になります。普通のダブルタッチと違うのは、まず進行方向、進む方向が横ではなくて、多少斜めになるような形ですね。で、これ何がいいかっていうと、試合中相手がここにいて、ここからダブルタッチ、もし相手がついてきた時に、ここでまた勝負しないといけないですね。このマーカーが相手だと、相手がもしついてきたらまた相手が正面にいる。ダブルタッチでまたこのように、かわすとかもいろいろあると思うんですけど、この先出しダブルタッチは、相手の足がそこまで出てないのであれば、この時点でもう相手が置き去りになってますね。横にいるんで、ここからまたドリブルを開始できるっていうような形になります。で、じゃあ先出しダブルタッチの、もう一個いいところがあって、例えばこれがすごく狭いスペースだと、で、相手がこのように1、2、3人という相手のゴール前とかね、サイドの、ライン際の戦いとかあると思うんですけど、これを自分がこのように弾いてしまうことがあると思うんですね。自分の苦手な方の足からダブル出しするときも、横にジャンプするときにこうやってボールが止まらないとか、ちょっとでもミスしてしまうと一周打ちたい、相手が2人3人という人数が多い場面だと、このようにボールタッチミスしてしまうと、相手にすぐにね、足出されたりとか疲れちゃうするんで、これをボールをしっかり止めることが大事なんですね。で、先ほど言った壁というのがめちゃくちゃ大事になります。自分の足が先に前に出たら、この足を壁と思うことですよ。ここに向かって思いっきりぶつけちゃってください。ただこの時にやっちゃダメなのが、マーカーにめがけて自分の左足をジャンプするんですけど、足がついてはダメです。自分の足がボールを止めるときに、足が地面についてしまうとこのように浮いてしまうので、自分の足はちょっと浮かせる感じです。
このボールが丸くなってる場所を足でピタッと押さえるような感じですね。この足のへこんでるインサイドですね、このへこんでる場所にピタッと止める感じです。右足から左足もそうですし、左から右もピタッと止めるようなイメージです。この壁にぶつけてこのように止めてしまうと、ボールを次に運ぶときも右足が前に出てこういう振る感じですね。このように自分の進行方向に対してすぐに先に足が、先に体が動いてボールが後からついてくる、先に体が動いてボールが後からついてくる、これが通常のダブルタッチだと、このように横にこうやって進んだりとか、もう一回こうやって触んなきゃいけなかったのを自分の足が先に前に出るような形ですね。これ自分の、まあ、狭いスペースの中でも斜めにボールを運ぶことができたり、強くこの壁だと思えるんで、強くこの右足からすぐにバッとダブルタッチ動かせるんで、これをぜひやってほしいなと思います。はい、今回ね、ご紹介させてもらったのは先出しダブルタッチというものですね。普通のダブルタッチではなくて、先に自分の止める方の足が動いてのこういうダブルタッチ、こういう足元の技術って僕すごい大事だと思うんですけど、こういう体の使い方とかステップの踏み方っていうのは、まあ、もっとね、同じぐらい、技術と同じぐらい、大事になると思うんで、すごくね、こういうのも反復で頭で覚えるんじゃなくて、もう体で覚えなきゃ実際に試合出てこないんで、それを毎日、反復練習として、繰り返してほしいなと思います。今ね、RS トリブ塾の公式 LINE アカウント、追加してもらって、全コーチプレゼント動画と、メッセージを送っていただけますと、全コーチの、動画、全集動画ですね、14個ですね、送らせていただきますので、ぜひね、そちらの方も、お問い合わせいただければなと思います。こちらのチャンネルの登録もね、ぜひまだお済みでない方、登録してもらって、動画の方も全部にね、ご評価をしてもらえればなと思います。まあ、全部ですけど、いいと思った動画はね、ご評価をしてもらったりとか、コメントいただけると嬉しいなと思います。もしこんな練習やってほしいとか、そういったリクエストもあれば、ぜひ、ね、お答えさせてもらうんで、この YouTube の、下のコメントの方に、ぜひね、入れていただければなと思います。今回はね、動画のご視聴ありがとうございました。